はい、こんにちは、秋です。こんにちは、月見です。はい、一日、お疲れ様でした。ということで、朝のポケモンセンターで買った今日は、こちらのポケモン GO カードファイルセットプラス、よいしょ、ダークファンタズマ、開封動画撮れてなかったので、これが15パック。あれ1箱じゃなくて半分、15パック。15パック。プラス、スターバース15パック。こちらを、いっぱいだー。2チャンネルと一緒に上げていきたいと思います。どうしようか。はい。僕、上切るんで、月見さんがパカパカ上げてってください。はい、開けておきます。はい。まずは。あ、緊張する。これ見せるところ一番見せ場だもんね。そうなの？うん。ちゃんとアッキーチャンネル流に焼いていかないと。ここに切ってたらよかったな。なんか繋いで、ね、面白い話して、この時間、うん、面白い話、ポケモンセンターに行ったんですよね、スキンさんとアッキーさんで。なんか空いてましたね。そう、珍しくポケモンセンター入れた。いや、本当に久しぶり入れて、いつも大行列だから。ピカチュウは貴重なプラモピカチュウ。スキンさん一人でアッキーさんのレジ待ってる間ガチャガチャ見てたんですけど、なんか子供ってさ、なんか恐怖心ってないよね。月見さんみたいなでかい人間が立っててもさ、確かに的なりにさ、びっくりするきて、なんか距離詰められてね、月見さんが逆にちっちゃい子にビビった。うわ、月見さん背めっちゃ高いね。こんな間合いにいつの間にってなった。ガチャガチャ見てたらすぐ的なりに来て、ガチャガチャ見に来ててびっくりした。月見さん、分けていってください。開けて、開けるところ映ってないとダメよ、あなた。待って、いけ、そこ。ちょっと、アキさん、開き方が。え、ギリギリ攻めてる。いや、本当にギリギリ攻めてる、これ。この、なんだ、袋も僕、実はちっちゃい頃から好きで集めてるのよ。だから。全部？全部じゃない、なんか一パック一番綺麗なの集めてる。とりあえず、ギリギリ攻めて、最後に。なんだろう、選ぶ。はいはい。え、これ、どういう順番だっけ？あのな、上から見てって、一番後ろがあれやってなので、ずれたらダメよ。映ってる。はい。1枚目が高層クムシ。月見さんあんまり知らない。高層クムシ知らない。はい。レテボース。月見さんこれ分け方分からんだけど。いや、水流に分けてる。水流。はい。やった。可愛くないですね。次、反射してて見づらいという声が聞こえたので角度を変えます。はい。スパークさん、あ、この人はお世話になってますね、月見さんも。そうなんだ。あ、黄色グループじゃないから違うね。違った。お世話になってると思ったけど違った。はい。期待だった。お、リザードン。リザードンだ。セレナさんがゴーダって名前つけてた、リザードンに。なんで？ジャイアンみたいだから。ジャイアンってゴーダって言うんだ。あ、未来のより嬉しいな。非常に嬉しい。まあ、こんな感じです。このプロモーションコード。いいよ、もう読ませて。早い者勝ち。はい、これ視聴者プレゼントですね。早い者勝ち。見た人から。じゃあ次行きます。あきさん、これギリギリ攻めすぎて。編集でカットしないといけなくなるから。全然開かないじゃん。なんだこれ。ほら、だから言ったじゃん。攻めすぎなんだって。攻めすぎだよ、これも。頑張ってね。きつい。ねえ、これ間つなぐの大変だからさ。カット必要になるよ、いやだ、動画カットだ、めんどくさいもん。じゃあもう一回切ってくれ。してねえ、マジで開かない、これ。差し戻してきた。不良品だよ、これ。あかん、ほんとに。頑張らないといけない。はい、じゃあ次行きまーす。これダメだ、開かない。次行きまーす。開けて、はいはいはい、これダメだ。いきますよ、はい。こちらビーダル。ビーダル？ドーブルじゃないんだ。あ、これポケカ要素だね。邪魔してくるからね。ポケカじゃない、ポケモン GO 要素、バックエード配置。あ、そうなんだ、ポケモン GO って邪魔してくるんだ。そうそうそう、写真撮るときに邪魔して、そこからやっと出てくる。あ、そういう要素はね、僕なんだこれと思ったけど、ちゃんとポケモン GO を表現してるのね。はいはい、ピカチュウ、すごいな、歩いてる。ポケモン GO 要素多いですね。ヤドラン、はい。お、 V が出ました。これダブルレアですね。知識が、そう、さっき聞いたからね。超雷、はい、こんな感じですね。はい、じゃあどんどん行きましょう。どんどん行きましょう。どんどん行きたいんだけどさ、あ、差し戻ししてたけにくい。本当に開かないから、あ、開ける。それ差し戻された。
行きまーす。強っ、なんだこれ。アリアドス。人申し者ず石づく。イブ。不思議そう。ポケストップ。グッズはなんか別に分けてたりするよね。ちょっと遠い。結構ね、綺麗に分けるのよ。分けて綺麗に全部カードをスリーブ入れて片付けるという大変さがあるね、はい。超エネルギー。はい、こんな感じですね。ポケモン GO あと1個で終わりだよ。ポケモン GO なんかでかい当たりなかったですね。いや、まだ国会でしょ、最後。あ、最後の初パック。はい、やだ。これ、あ、キラキラも見えない。言うね。くらった。わかる。いや、でももしかしたらキラキラじゃないのにすごいのがいるかもしれない。どういうこと？ラッキー。おぉ、いた！いたんかい？いたんかい？うまい振りだったな。何これ？エメタル V マックスです。え、めっちゃキラキラだよ、これ。めっちゃ綺麗だね、V マックスって、ね。トリプルレアか、でも。うん。まあ、メルメタルかわいそうなぐらい弱いことね。弱いんだ。まだいい。じゃあ次は、月見さん、乗せ方汚いってコメントくるわ、これ。めっちゃカードの滑りいいんだけど、これ。わかったわかった。全然綺麗にまとめない。はい、じゃあ次、こちらのパック、何ですか？ダークファンタズマ。ダークファンタズマ。こちらの目玉カードは何でしょう？やっぱり、なんだ、この、翡翠。闇ラミ。違う。いや、いかないです。ミスゾロワークとか、あるいはあの輝く系のポケモンが出ると、あ、そうだよ。ここにあの、ミモキさんが好きな輝くハガネール入ってるんで。あ、じゃあ、輝く今回の目玉は輝くハガネールですね。はい、行きましょう。うん、ガーディ。ヒスイのガーディ。ゴリキ。スキさん、これもうちょっと前の方がいいか。はい。バランスいくと、はい、こちら。もうヒスイゾロワーク。いいですね。いいですね。あ、まだもう一枚いた。ごめん。はい、ちょっと待って、あ、何これ、キラキラしてる。あ、ミラーだ。全部入ってると思う。そうですね、そうだった。全部最後の1枚入ってる感じなの。ちょい嬉しい。かわいいね、このミラー。うん、開かない。これも開かない。そう。開かないよ。これ、これ。ねえ、不良品しか来ない。台風班が仕事してないんですけど、仕事しまして時間の無駄、ね、本当にこれしかないね、時間の無駄、これ帰っちゃうから、こ、このね、一個も空いてない、ちょっといきますよ、はい、マユルド。今回はね、箱じゃないから、なんかワンチャン SR がなんかいっぱい入ってる説もあるみたいです、ね、ワンチャン入ってない説もあります、ワンチャン入ってない説もある、野党さんも、はい、ゲンガー。なんか SR 引いてほしい。そうじゃない、やっぱ SR だよ。これ R。お、かわいいの出た。キャラクター。かわいい、かわいい。キャラクターレア嬉しい。キャラクターレアって何？イラストが特別。かわいくない？かわいい。やっぱトレーナーとポケモンが一緒に描かれてるのはいいですね。これってアルセウスのやつなんだ。え、間違えた？いや、ダークファンタズマでしょ。はい。ズラッと。あれ、翡翠地方ってアルセウスのゲームじゃないっけ？あ、そういうことね。あ、これあれじゃん、めんどくさい。お、なんか後ろ見えますね。めんどくさいバリアードですね。めんどくさそう。あ、千葉っぽい V か。あ、まだ後ろいた。あ、かわいいこれ。キャラクターある。全然映ってなかった。ゲンガー、かわいいこれ。めっちゃキャラクターレアかわいくない？そのコップ当たりね。キャラクターレアってめっちゃ良くないですか？そう、めっちゃいい。僕、本当にトレーナーとポケモンが一緒に映ってるの大好き。かわいいピカチュウ、これ。これ腕がピカチュウのキャラクターには欲しい。ゲムッソ、ススキ、誰だお前。おおおお、消えしまった。ちょっと角度が悪い。輝くハガネル、これはピカピカだ。これ何、何レアなの？何レアなんでしょう、よくわかんない。まあ強いみたいな、ね、パラセクト。このパック強いな。え、ここまで順調じゃないか。順調。あと何、 SR 引くだけ？そうだ、あと SR 引くだけだ、このバッグは。もう文句なし、ハイパラス、うん。なんか見えますね。下手くそか。難しい。下手くそか。見えますね。そう、なんだろう。いい、チク。あ、お !SR じゃない？お、ジバコイルの HR だ。HR って SR より上じゃないっけ？上だけど、レインボーは人気ないんで。ね、人気ないんだよね、なんか。SR の方がいいかも。うん、いやでも僕ジバコイル好きだからいいわ。あのトレーナーの SR よりマシ。これはどこ？ HR 出たら SR って出ないんだっけ？
埋まってないですよ。まあよっぽどの確率じゃないですか。 SR と同じ枠ってこと。そうそう、2枚箱っていうのが稀にあるけど、僕も今まで1回しか引いたことない。はいはい、ってことはまあないですね。でもまあ十分じゃないのか、早く剥がれると、ね、はいはいはいですね、うん、まだこんなにあるの。本当だ、結構ある。全然あるんだけど、まあ半分くらいしか。ダークファンタズマ15パック正解だわ。すごいね。やった。めっちゃ汚いからアッキーさん整えていくんだよ。わかりました。ルネラ、アルセウスフォン、ロックロック、イダイト。あ、このパッククソザコだ。キラキラがね、いや、このイダイト強いんで。あ、強いの、ね、うん、どんなとこが。エネなしで打てるのがエネなしで。で、進化元の翡翠バスラオカが結構汎用性が高いポケモンでね、いろんなデッキに入れることができるんで。パラス。でも展開用に使った。あんまり好きじゃないですけど、バスラオの進化作詞としてシーマルマイン V、 シーマルマイン V ですよ、アッキーさん。はい、来たか。ちょっとこの辺不良品ゾーンですね。不良品ゾーンですね。ダゴファンタズマは恥開封だから綺麗なパックが欲しい。恥開封ってどういうこと。初開封。あ、初開封、確かに。諦めた。テンポ優先で行ってみませんね。よし。この辺で愛してる。ヒセイゾラって可愛いよね、ほんとに。昨日は。見た目に全振りって感じする。どんくらいする。強いのかな、ヒセイゾラって。てかさ、これ暗くない。オーストラマだっけ、貴重な。あ、これこっち。パラセクト2枚目。キャラクターアレアいっぱい出るね。嬉しい、ね。え、マジで嬉しいんだけど、キャラクターアレア。そんな出るもんじゃないよ。1箱何枚とかでしょ。もう4枚できる。じゃあ十分だよ、もう。15パックでそれだけ回収できるな。アキさん、いい引きしてるね。いい引きしちゃう。それが優秀あんた。クロバット。はいはいはい。そろそろ、翡翠、ネクロファンタズマが終わりが近づいております。ちょっと、輝く鋼入れだけ。真ん中に置いとこう。ここまで1位は、まあ、そんな多分ね、当たりカードじゃないんですけど、我々は、まあ、ハガネイルが大好きなんで。そうそう。一番、ああ、なんか可愛いの来た。あんま、ラブトロス、何これ。多分あの、ほら、なんだっけ、ボルトロス、ランドロス、トルネロスの新しいやつ。なんか、可愛くないね。めっちゃ気持ち悪いじゃないか。癖が強い。ゲーム全然終わってないから、謎なんだよ。月見さんも、まだ、カンクリしてないんだよね。メルゴンがスロー。メルゴン強いんだよ。めちゃぐちゃぐちゃになっちゃった。アキーさんいつもこんな感じだっけ。いや、もっと綺麗だよ。なんでこんなに違うんだ。そろそろ出が落ち着いてきましたね。ちょっと何も出なくなりましたね。序盤良すぎて調子が。ジバコイル V マックス。V スターだ。おお、なんかジバコイルパックですね。いいですね。ジバコイルパック、本当だ。ジバコイルじゃなくて。あ、ひなちさんのキラキラ。ちょっと嬉しい、これは。これは嬉しい。ムーマ、月見さんムーマ好きだな。アルセウスのさ、トレーナーも結構いいデザインの人多いよね。確かに。なんか、先祖だし。そう、先祖だし。あ、ラストですね。ラスト。なんか出してほしい。ゾロワーク。SR 出そう、SR。SR 出す？うん。ゾロワークだし。お、これ出そうな感じしないな。いや、だからそのさ、見えちゃうな、やめてよ。難しいんだって。横にこう、なんていうのかな。指で挟んで。そうそう。遅いよ。ちょっともう、翡翠ウィンディーでした。トレーナー分けるの諦めてるし。こんな感じですね。はい、こんな感じです、ね。月見さん、夜悪いから。じゃあ、ああ。え、本当に僕っていいの、うん、じゃあ、ちょっと僕の実力を見せてあげましょう。もう、視聴者も持った持った持ったって感じしちゃってるから。はい、じゃあ、ここから僕のスターバースでーす。スターバースでーす。オリンク、クマシュン、はい、ウーボイ、ヒードラン、キノコさん、早ければいいってもんじゃないですよ。あれ、これ、パック少ないのそうだよ。いや、さっきと同じよ、ダークファントズマと。キラキラ1確定じゃないってだけ。あ、そう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 。あ、ガウリアス、シロナの覇気、これは強い、はい。お、ありがとう。嘆き、ヘイガン、シリーン、ゴルーグ、こだわりベルトは強い。ディオル、ルクシオ、ポワルン、ラプラス、トルネロス。何も出ねえじゃん。すごいびっくりするほどすぎる。やっぱキャラクターレアないと悲しいね。キャラクターレアっていつでも出る可能性がある感じなの。いや、違う。これには入ってないと思う。
え、これには入ってるか。あ、これには入ってるっけ。あれもうごちゃごちゃなってる。たまたま引きが悪い。もしかして。そんなことある。てか、電話も出ねえし。何これ。全然出ないけど。どうなってんの。スターバースはね、他の箱から15パックね、集めてくるの、店員さんが集めてくるの僕見てたんで、ワンチャン SR2 枚あるかなと思ったんですけど。なんも、外れが。あ、でビーダル嬉しい。ここまでビーダルが一番の当たり。マジで。ビーダルと当たりなんだ。うん、ビーダル強いんですよ。ビーダル回してほしかったの。何これ。本当にあかん。ラリー、シザリーだ。なし、ライチュー V。ライチュー V、やって出た V。いや、でもビーダルの方が嬉しい。うーん。矢印、ビッパ。ちょっと弱すぎない？なんか、僕の実力なさすぎない？このパックなんかさっきも見たぞ、なんか。あれ、もう終わるんだけど。あれ、パック数同じだっけ、これ。同じ。え、全然上と格差が。普通になんかパック数少ない気がする。格差すごい。格差すごい。ちょっと、なんか出てくれないとこれやばいって。弱っ。こんな露骨に何も出ないことある。カスパックなんだけど、アルセンス欲しい。チェレンの気具割り。カスパックなんだけど、ちょっと、どうなってんだこれ。開かない。わー、変に開けちゃった、ごめん。いや、いいよ、もう。スターバース。え、嫌な予感。あ、アルセンス V。いや、でも VMAX がいい。VMAX じゃないとかね。そうね。もう終わっちゃうんだけど。あ、土台とす。え、終わりこれ。はい、最後。ちょっと弱くない？ちょっと弱すぎないこれ。こんななんもないことある。ウクバード、エレブ、ナイトル。あ、あれ、え、あれ、ひどいだけど。ひどい。同じ枚数かこれ。絶対ダークファンタズマがいいじゃん。このキャラレアの集まりいいね。なんで被ってんの、パラセクト。ということで、ダークファンタズマを買うか、月見さんに開封させましょう。これですね、今回。今回はこれです。なんといっても、輝くハガネイルがちゃんと出たのが、うん、嬉しい。よかった。嬉しい。キラキラー。はい、じゃあ、オンラマでした。なんか僕、ヘボすぎたな。残念だ。じゃあ、はい。今日はここまでお待ちいただきありがとうございました。お疲れ様です。